おはようございます。スミワインです。今は12月10日の11時ちょうどですね。今ホテルチェックアウトしてシャロンシュルソーヌの街に出ました。けどまあ日曜日はお店も閉まってるし、もう完全にノープランなので、まあ適当にフロフロして、まあ困ったらね車に戻ればいいので、まあディジョンに戻ればいいので、まあ歩いていける範囲を適当にぐるっと見て回ろうと思います。シャロンシュルソーヌの街はこんな感じです。今日はまあ晴天ではないけど晴れてはいるかな。一応ちょっととりあえずあまりにもノープランなので、シャロンシュルソーヌ駅がある方に向かってます。いや、やっぱ全然人もいないな、日曜日だから。何も調べてないのでノープランですね。どこに何があるのかも全然わからん。なんか3月に来た時に商店街的な交流があった気がしたんだけど、あれシャロンシュルソーヌか、違う場所とごっちゃになっちゃってるのかな、記憶が。まあ、とりあえずちょっとねうろうろしようかな。赤か、ごめん。教会に行ってみますか。これさ、いやでもなんかいや。ちっちゃいクリスマスマーケット。まあでもホットワインガラガラ、全然人がいない。田舎の日曜日って感じがするな。
やってる？ああ、そう。ファッションなんか、かわいいな。フォトスポットだ。椅子があって、ouais, il est beau ce sapin. Tu as vu comme il est grand? Attention, mais Camille, mais qu'est-ce qu'il dit là? Tu lui as pas contrôlé si la clé? Tu vis pour un autre nom? Ah, voilà. Bon, à plus tard. でもいない、誰もいない教会でした。ここが大きい通りっぽいな。そこら中に海だけが、ここも市場、ここも市場をやっておる。
みかんの季節。あ、でもそんなにでかくない。みんなポンポンしてこっちに広い。Olha, se ele era pra me contar pra cá. Não. カキだよ、カキ。あ、結構広い。わかる。種類。Oh, my God.
今いろいろ終わって帰ってきました。今日はシャロン・シュル・ソーンから帰ってきて、ディジョンのなんかクリスマスマーケット的な、クリスマスマーケットディジョンバージョンみたいな場所が今やってるので、まあ随分長くやってますけどね、来年の1月頭ぐらいまでやってるみたいなので、ずっとやってるみたいですけど、まあそれをちょっとだけね楽しんで帰ってきました。ということで今日はもう疲れたので寝ようと思います。ということで今日もありがとうございました。明日は普通に、ね、授業の日なので、また朝とか動画を撮ろうと思います。ということでありがとうございました。